皆さん、こんばんは。今日は2024年4月11日、木曜日です。今日のテーマは、米中衝突の危機中国側は、衝突を回避したくても、できない事情があります。そして中国政府が、金、ゴゴルドを大量に購入しています。どうしてでしょうかこれについて 話をしたいいと思いますどうしてこの話題にするでしょうかと言いますと実はですね中国では岸田総理アメリカのことを訪問中ですがものすごい注目しているんですよまずは記者総理アメリカを訪問していますがマイクロソフトの総裁社長さんスミスさんと会談しましたスミス社長は言いましたが今後の2年間 日本で29億ドルを投資する計画があります。クラウドサービスを強化します。日米のサーバー攻撃の対策を強化したいです。まだバイデンさんは非公式夕食会を用意して、岸田総理、ま田夫人を招待しました。次の日、宴会,会ありますので、ものすごい大規模のパーティー会を用意しました。 4月11日、フィリピンのマルコス大統領も参加されて、3カ国の首脳会談を開催しました。アメリカの国家安全保障問題担当大統領補佐官、サリバンさん、取材に応じて話をしました。両国の安全保障について、新しい計画を用意しました。米国は日本との付き合いを強化して、人工知能、宇宙開発、 再び月面着陸する計画を実現したいです。日米同盟の関係はさらに強化できます。記者はここで聞きました。南シナ海、あるいはセカンドトーマス省についてアメリカは心配していますが、という質問がありました。サリバンさんは答えました。我々はとても心配しています。中国側はこの数週間での行動はさらに 激ししくなってきました南シナ海において通行の自由を守りたいです。アメリカとフィリピンの安全保障条約には南シナ海でも適用ですよと中国政府に伝えています。そして記者はまた聞きました。南シナ海と台湾海峡、どんな関係あるでしょうか答えとしては台湾海峡の平和が大事です。我々の対策としては、 中国は一つです。今の現状を変えることを批判しています。アメリカは台湾の防衛、自分で自分のことを守る手段を支持しています。記者は聞きました。アメリカはフィリピンと日本、どんな行動をするでしょうか答えとしては、去年の夏、フィリピンの国家安全顧問、私も東京を訪問しました。当時初めて3カ国の 国家安全顧問が会談しました。三角部で同じ行動をして南シナ海と台湾海峡の安全を守ることを合意しました。その会談があって三角部の首脳会談を実現しましょうと決めたんです。記者総理は訪問が終わって三角部の安全、国家安全顧問の会議も予定しています。記者は聞きました。 台湾の大統領主任式は5月ですが、中国側の挑発は続いています。というふうに対応していますが、聞きました。答えとしては、この40年間、両岸との世界には簡単な原則があります。中国は一つです。正しい条件とは現状のことを維持するんです。アメリカの記者はまだ聞きました。米中とは軍事の大国です。 台湾海峡での衝突の可能性はどうですか聞きました。答えとしては、我々は衝突、回避をするより、延々に衝突のないことを願っています。記者はまだ聞きました。4月2日、米中の首脳電話会談がありました。対面の会談についてありますが、答えとしては、そのような計画はありません。でも、今後の数ヶ月間、 首脳同士の連絡は続きますよという話をありました。米中の関係は複雑で重要です。首脳同士の会談は大事です。記者はまだ聞きました。科学技術の分野で中国への輸出を犠牲にしました。日本も同盟国も行動しています。しかし中国の科学技術はかなり進化しています。 例えば、超音速ミサイルも持っています。バイデンさんの最終目的は何でしょうか答えとしては、中国はアメリカとの同盟国の技術を使って危険なものを作っていますので、作っていますので、これはいけないと思っていますので、これで制裁しました。こういうふうな曖昧な返事もありましたが、大体大事な取材ですね。内容以上となりますが、岸田総理の訪問について、 まずは日米同盟の関係を強化します。それから日米安全保障を強化します。これは同じですが、特に台湾海峡について、アメリカと日本は台湾海峡の安全を守ります。つまり中国に対抗します。しかし南シナ海においては日米とフィリピン3カ国で安全を守ります。つまり今回、岸田総理の訪問としては、 日米の関係も大事ですし、ただし中国に対抗することも大事なんですよ。そしてフィリピンも参加しました。この間、イエレンさんは中国を訪問して、実は両国の関係がさらに悪化したと言えます。原因としては、イエレンさんは中国政府に警告しました。バイデンさんは中国の商品に対して輸入、規制策を考えています。 というふうに言っていました。つまり、米中の貿易戦い、これからは始まるというふうに思われます。また、フィリピン、あるいは南シナ海においても不安定となってきています。アメリカは実に緊張しています。サリバンさんは、やはり言いましたので、我々はとても緊張していますよと言いました。実は、4月9日、インド太平洋、 の司令官、アキリノさん、オーストラリアを訪問しましまたシ。シドニーにあるローウェイ国際政策研究所の会議を参加しました。そこで発言したんですよ。内容としては、南シナ海についてアメリカはとてもとても心配しています。中国はフィリピンの領土を侵害していますし、フィリピンの船に向けて攻撃行為もありました。 フィリピンの船は物資の供給をしなければいけません。そこでよく対峙します。中国は放水中で攻撃したり、衝突の事故も何回かありました。セカンドトーマス省議会には中国とマレーシアも領土のことで揉めています。同じく中国の船は同じ行動をやっています。中国の行動とは武力を使って他国の領土を とろうとしているんですよ。我々はとても心配です。中国側はどこまでやるでしょうか心配です。バイデンさん、党首近平、電話会談がありました。でも、一時的に落ち着いたように見えます。しかし、これは維持できません。また、北朝鮮とロシアの行動も懸念します。この間、米、日、フィリピン、オーストラリア、4カ国で フィリピンのイーテと水域で初めて4カ国の軍事演習がありました。我々にはこの地域の安全を守ることができますよと主張しました。そういうふうに言っていました。まだイリスカマのほどですが、中国はセカンドトマス章で挑発しているし、とても危険です。アメリカはしっかり警告しましたし、アメリカはフィリピンの安全を守らないといけません。 これ以上の挑発するとアメリカが動かなければいけません。このことを中国政府に伝えました。また、中国側の行動も結構ありますので、これについて話をします。2001年4月1日、南シナ海では南海島事件がありました。現在、中国の各地域で懸念活動、ずっと続いています。 また先週の日曜日、さっきも言いましたが、日米、フィリピン、オーストラリア、4カ国の軍事演習がありまして、中国は南シナ海で海と空の共同パトロールを行ったんです。つまり、中国政府は負けずに対抗しています。海南島地区について、中国の当時 J8 戦闘機がありまして、米軍の EP3E という偵察機を追跡して進路妨害をしましたしまたかし中国の戦闘機が相手偵察機ですからプロペラままでいてですね削られましたこれで墜落しました偵察機のエンジントラブルがあって海南島へ緊急着陸しました中国側のパイロットその後行方不明となっていますがまあそういうふうになっているのですが実はですね 生きている情報もあります中国政府は英雄ですと認定してものすごい宣伝しました。ただしですね、アメリカとの関係が良ければ全然宣伝しません。アメリカとの関係が悪ければものすごい宣伝します。最近、中国の戦闘機はどんどん挑発的になってきました。東シナ海や南シナ海では中国の軍用機が アメリカの軍用機に異常接近する事案が多発しています。例えば、急に進路を変更したり、あるいは危機なものを放出したり、あるいは数機の戦闘機で相手意識のことを包囲します。目的としては、進路を変更してもらうことです。あるいは、変えてもらいたいですね。中国では、中、ま、央、あ、政府ではないんですが、地方政府、地方のメディアが 英雄の宣伝、すごい強化しています。ごいいしてま当時のパイロットさん、大井、e、ですね。これは大井、e、の、えー、パイロットのお墓です。そこには,お,はお花もあるし、模型の戦闘機の模型もあります。これについて、中央メディアのグローバル・タイムズが発表しました。偉大なる英雄ですよ。中国のレッドラインを守りました。アメリカの覇権主義を そうすことができました。つまりですね、中国ではそういう宣伝をして、人の命を全く気にしません。やはり英雄が大事ですね。アメリカ側はこれについて話があります。謝罪はありませんでした。やはり中国側は先に危険なく行為をしたんです。これが原因ですよね。というふうに言っています。しかし中国では英雄ですよと宣伝しています。 これについて、台湾側の専門家が分析しました。この事件がありました。中国政府は軍の現代化に力を入れようと決めたんです。英雄の宣伝とは英雄一つ、また愛国教育のためではあります。そして、戦伝の効果もありますし、これで前線にいる兵士たちは洗脳されて英雄になりたいねと思ってしまいます。 王位のようにに英雄になろうとします自分は命を懸けても英雄になりたいです。中国政府は英雄のことを宣伝して国内の不満をそらせるためです。アメリカのことを批判するように扇動しています。アメリカ側の専門家ですが、中国の海南島事件とはあれは予告でした。今後もこういうい事件が 起きるでしょううという予測はありますそして最近ですが中国政府がものすごい金をたくさん購入しています3月末まで中国政府発表しましたが7274万オンス持っていますよこれは先月2月より12万オンス増加しましたそして世界黄金強化の情報ですが 中国は2023年世界で一番多さの金を購入しました。ウクフレな戦争が起きる前、ロシアの中央銀行は金の量を外貨の準備高の20%となるように大量購入しました。またこの2年間も購入し続けています。現在ロシアの外貨準備高の26%となっていますが、ただし現在ロシアの外貨準備高は 凍結されていますがロシア侵攻してロシアの外貨準備高を凍結されましたし合計3000億ドルだと言われています中国政府はこの情報を見て金を購入する以外にアメリカの国債を売却しましたこれについてアメリカ側の情報ですが中国政府が公開した金の数量これは無双です実はもっとたくさん かと言いますよ。量はですね、かなり多いんです。つまり、中国はロシアと同じ行動をしています。ロシアは戦争のことを準備して、金を事前に大量購入しました。中国も同じことをやっていますので、最後、戦争を起こそうとするでしょうか。まとめると、中国とアメリカの関係ですが、実は仲良くなっていません。この間、電話会談があったんですが、 習近平とバイデンさん。ですが、対抗がどんどん激しくなっています。それから、ロシアのラブロフさん。北京を訪問して、王毅議会に習近平との会談もありました。ただし、これは、中国の、まあ、噂ではありますが、放射線、漏れのことがありまして、これは、今日の午前中の動画で話をしましたが、これでですね、ラブロフさんのことを、すごい、習近平が怒りました。批判しましたと。 といいた情報ははありまますすけれども、私は微妙だという,ふうに思いますが。同じ日ですね、岸田総理はアメリカのことを訪問して、しかもそこでは3カ国の首脳会談を開催しました。習近平は実に分かっていますので、みんな集まって中国に対抗するための訪問と会談なんです。ただし、地域は違います。一つは台湾海峡です。一つは南シナ海です。 つまり4月2日、バイデンさんと習近平の電話会談がありました。両国の関係は実に改善していません。現在中国は引かない姿勢ではありますので、でもフィリピン側は物資の供給をしなければいけませんし、習近平は南シナ海での活動をやめるとは思えません。そこで衝突が起きる可能性は非常に高いんです。 しかし、その衝突とは、米中ではなくて、フィリピンと中国の衝突になるでしょうか。その時、アメリカは巻き込まれますし、日本も無視はできないと思います。原因としては、米中の対立とは、制度の対立なんですよ。これは、一時的ではありません。現在、仮に習近平が人に対しても、自分の党、あるいは組織を 守るためにアメリカと対抗しなければいけないのが今の現状です。まだ愛国教育、まだ英雄の教育を受けて最前線にいる兵士たちはますます挑発していこうとします。そこで衝突が起きる可能性があります。独裁者にはですね、実に変に自信があります。そういう時があります。例えば、自分の権力は性功者です。 もう最高ですというところは一番危険です。例えば、政体交ですね。自分の国の事情、実は分かっているとは思いますが、それでもですね、8カ国に対して戦線を布告しました。バイデンさんはこの間言いましたが、去年の8月でしたが、アメリカのバイデン大統領は中国について経済が収束していますよとして、これは次元爆弾ですよと表現しました。それから、 悪い人間が問題を抱えている時に悪いことをします。つまり暴走してしまう可能性がありますよという発言もありました。なので私としてはですね習近平は暴走してしまう可能性はあります。そして一つの原因としてはですね実は中国の国内の問題がますますひどくなっていったらですね暴走してしまう可能性が高いんですよ。例えば中国では経済が さらに悪化します。指業者がこれからもすごい増えていくんです。あるいは中国では不満の声がどんどん高くなってきます。そこでは習近平がやはりに対して不満を言います。例えば上海では白い紙の抗議もありましたし、習近平の政策に対して批判する声は出てきます。そこで習近平はですね、やまなくやはり戦争と言いますが、 まあそういうことですね、してしまう可能性は高いというふうに思います。なので、現在ですね、中国の行動ですが、やはり金をですね、たくさん買うということは普通ではないんですよ。正直ですが、これは、金のレートを守るためとかですね、それはどうでしょうかと私は思いますが、これについて、まだですね、情報を収集中しなければいけませんので、まだ報告してというふうに思います。 もちろんですが、私は戦争というのはあってはいけないというふうに思いますし、そしてロシアが侵攻する前ですね、私は動画で結構話をしましたが、ないでしょうというふうに話をしましたが、でも予定外と言いますが、やはりびっくりしましたが、ロシアは本当に戦争、まあ、本当に侵攻しました。なのでこの時代ではですね、やはりこういうことは起きることはまあ可能性としてはありますと。 いうふうにですね、思っておいた方がいいというふうに思います。そして、習近日の場合ですね、変ですので、暴走してしまう可能性は高いというふうに思います。やはり中国の事情が良くないんですよ。また、中国の事情について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。